第14期重量化 A リーグの司会実況小笠原奈緒です。そして解説は引き続き A1 リーグ広柴田が務めます。柴田プロよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは対局へと参りましょう。第14期重量化 A リーグ2回戦東杯の開始です。立ち合いに山田秀之の合図によって2回戦が開始されました。ちいちゃから竹石、なんちゃに松岡、シャーちゃに明石、ペイちゃに斉藤の並びです。さあ柴田プロ、はい、1回戦ご覧になって4社の戦いいかがでしたか。どうなんですかね、まあ、松岡さんはいつも通りでしたよね。竹下、ねはい、まあ、最後数字、ね、うまく気に回れて、はい、試合を重ねて、斉藤さんがちょっとプレッシャーかかっちゃってるのかなって、現状今マイナスで勝ちたいと思いから来るものですか ね。ここからねまた戻して、うん、今現在マイナスはしていますが、あと残す3回、本日第3節の3回、どう立ち直していくか。どんどん長戸一明石、竹石はメンツありませんが、両面ターツが3組でドラ、ドラ、ドラ。これは国士か。か一色手のチートイツか。ドラ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 もちもちドラドラ、形はいいのが松岡さん、はい、ソーズの本一致、ああでもチュンにしましたか。あ、そうですね、枚切れのチーピンパーピンじゃなくて、うん、2枚切れだったんでってことですかね。チュン重なるとちょっと痛いですけども、確かに無病を切っています。本一本浪チートイツとかねありますね、本一本浪チートイツ漏れば今みたいなって、はい、あまりねこのチーピンパーピンの重なりは嬉しくない、嬉しくないです、まあ、どうしたらあ うん、これで自然にいけました。本浪本一チートイツなかなか見ない手です、うん、まあ現状は材料的にはまだパーソンが、ね、本一チートイですか。さあ斉藤がウーマン切りとなりましたね。ケマ持ってきたとこでウーマンを切っていく、統一も残してるってことですか。まあドラ2枚使うんで、あ、はい、これ嬉しくないやつ、嬉しくない、いらないぽい、いや、いる、あ、いらない、ダメですか。だったらチューン残したかったなっていう、まあ一応キューピン引き備えたんでしょうね、はい、あ、まあキューピンなら受け入れようと、うん、ちゃんと雨でね、じゃあチューン切ったならパーピンでテンパを取ってもよかったかなというところですか。そうなり、もう一回パーピン見せときますか、はい、一応あの短期待ちの布石、はい、打てるんで統一落としですよと周りに見せといて、初短期とかね、はい、そしたら初があんこの人が捨ててくれる、はい、かもしれないし、うんうん、ここに初が1枚です、アウトレットも見てくれればいいけどね、はい、白があんこになりました。トン南平は枯れてはないですね。いや、スワンコまだある、すごいスワンコ、持ちですか。これはテンパイじゃない、テンパイです。老朽米高いよ、77ピンフ、イーペーコ、ドラドラです。一手狩り、純ちゃん、純ちゃんまでイーピーを持ってくれば、これ噂の気、あら、老朽米松岡からの上がりとなりました。ピンフ、イーペーコ、ドラドラ挽回する7700の上がり、うん、松岡はちょっと痛いローマンの宝珠となりました。読みづらかったですかね。なんか急走が何か持ってきてローマンでしたね。なんか急走はまあ明石さん欲しい牌だったし、はい、そこら辺なんか難しい選択でしたけどね、はい、さあ2回戦いいスタートダッシュとなったのは斉藤です。まあこういうのは攻撃力でカバーというね、はい、ラブトンとチュンがドイツという、はい、と2曲ダブトン、チュンが統一は松岡、みんな攻撃力でカバーする力は持ってますね、持ってる、とてつもなく持ってる、さすが A リーグです。イーソが統一になります。一メンツ竹石、ドラは1枚、三層がドラ、ね、なんか展望を戻す力ないんだよね。
そんなことないですか。一度減った時にあダブトン投げた。ダブトン早くも切ってきたのは竹石です。竹石めちゃくちゃ強くトーンいきました ね、 そうですね。結構手配は整ってるとは言えないんですが、失点したところだからとかもあるかもしれないですね、もしかしたらね。あ、だから強くいこうということですか。でも泣かれたからこっからはちょっとケアしながらの打ち回しですね。 なりますかね。はい、もうイーシャンテンの松岡です。あガニャンも引き入れて赤石がイーシャンテン、うん、お斎藤もリアンシャンテンに。ただね、チュンを泣かれてしまうとすごいやりにくくなる、はい、あ、これウッパーマン、ウッパーマン、これは早い上がりとなるんでしょうか、うん、2900手のテンパイです。これでも2900でもね、はい、上がるとね、はい、あの2万5000点ぐらいに回復するから、はい、ちょっと安心してきますね、うん、そうなると。ドラも切ってくる。もう煮詰まった状況です。これちょっと切りにくいか。今行きました。まずは1枚も切れていません、うん、これは当たり合い。はい、パーマンをキャッチしたのは竹石です。これはテンパイではありません。先にチーマンをと、まだ間に合うでしょうというチーマン切りでしょう。ロッキューマスチーピーのイーシャンテン、はい、実際はもうテンパイが入っています。スースー通ってはいないが、うん、ソーズ待ちはやめてって感じですか。ドラの余り方を見て、はい、三層のつもぎり。さあ弱はつくか、リャンピンの問い落とし、流派は切りづらいと。そうですね、もう一枚泣かれてしまうとちょっと、ね、はい、どうしようもなくなってしまうんで、うん、あともし宝珠になった時も、はい、5% 以上から、うん、これも面白いですよね。チーピンから切りしておくとちょっとだけ安全、ね、安心させることができるじゃないですか相手に、うん、というのはあのマンズの一色をちょっと否定するように見せれるからとか、はい、マンズが高い川だから、うん、でもどっちがアプローチいいのか分かんないですよね。マンズを高くすることによって相手を押さえつけることもできるし、うん、ね、だからどちらもそう、ね、いい悪いがあるんで、上がり率は上がるですかね、じゃあ、うん、ただ相手のね、うん、その代わり自分の上がり率も上がるけど、上げてる。でもね、空切りしないことによって相手の上がり率を下げて自分の上がり率も、はい、うん、準備を深くして、うん、もう竹石は受け、明石もいいシャンテン。ただ先切りしたおかげで、はい、8万の宝珠とかもなくなってますからね、はい、7万を打ったおかげで明石ですね、うん、さあ戦えるのは明石のみか。うん、これ怖い。うん、これでギブになるんでしょうか。まあイーシャンテンはキープします。ーローピンではなくウーピンだから相当切らないですね、はい、うんうん、ローピン重ねたらのチュン勝負はあるんでしょうか、うん、もうないんじゃないですか。だから一応ススーピンウーピンの受け振り手だけど残さなかったんで、はい、さあ松岡ウッパーマン待ち。こうみんなが引いてくれるんだったらやっぱりチーピンから切りしない方が良かったなと思いますよね、まあ、これで上がり牌はなくなってしまいました。最後のパーマンが斎藤に。イーシャンテンですが龍が打ちづらいのでいそう、ハンズもね、はい、打ちづらいですね。1人テンパイで流局でしょうか、うん、トン2局ダブトンのポンが入っている松岡。さあ7七宝珠した後にもし1人テンパイで、ね、はい、残れるんだったらまだ、はい、ね、嬉しいです。リカバリーでうまくいってるなと思いますけど、うんうん、こうやって周りが受けてくれれば、ね、はい、やりやすくあります。配定が斎藤となりますね。まずは明石、
続きましては斉藤、これで流局、小山松岡一人天敗ウッパーマン待ちで流局です。と2局の一本場に松岡の連チャン、本日は女流岡をお届けしております。そして明日は女流勉強会という放送がありますね。無料放送でいつも行っているんですが、はい、12時半からですね、はい、放送予定で、この女流勉強会というのはプロ雀士を目指す女性に、連盟所属プロ雀士が講師として麻雀指導を行う女流勉強会を生放送して、プロ試験合格を目指してトッププロなれるかという、ね、あ、なるほど、番組です。未来のプロ雀士、はい、なのでこう女性でね、年齢は決まってるんですけど、うん、まあ、なってみたいな、興味があるなって方は応募していただけると、ああ、なるほど、はい、いいかなと思います。気になる方はチェックしてみてください。はい、はい、ドラが一枚の竹石、もうマンズが多い形ですね、うん、この4人ですと仕掛けが多いのは松岡、そして竹石も仕掛けが多い方ではありますかね。あ、そうですね、うん、最短で組んだ松岡さん、はい、竹石さんこう寄せを使ってくるしね、うんうんうん、仕掛けも、はい、仕掛けもするけど、そうですね、うん、シャアが統一になった竹石ですが、もうすでに2枚切れとなっています。通奏ですか、通奏から一応こう3色残る形、7、8、9の3色、うん、ペイは切られていませんが切っていきます、うん、ペイチャー。1回戦は松岡のトップ、うん、松岡さん白泣きますもんね、はい、これは 7、8、9 にするかドラを切るか、うん、7、8、9はもう見切ってドラを温存していく構え、うん、おー、ペイをハンコにしました。シャーチャの斉藤、マンズが6、7、8なんですけど、はい、振り返りのちゃんたけ、ね、ちゃんたけを、そして白をポンしました、うん、白は竹石が切った牌、松岡はフールを入れてイーシャンテンの形、イーソポンでテンパイだ、イースピのテンパイ、いやこれ分かりそう、イーピンあるな、うん、でもドラなんですよね、はい、イーピン山に2枚出上がりはちょっと考えにくいよね、イーピンの、竹石さんもイースピン切ってますけども、ツーフル入ると、おーちゃんた、6万ですか、勝負ですね、うん、あー全然引かないマンズ、竹石さんもやる気十分みたいなねまだいくよ、親の通風呂ぐらいじゃん白ポン、イーソーポン、まあね、何点か分かんないんだからね、うん、引くのもね、はい、うん、うん、まだイーシャンテンですね、イーシャンテンですか、はい、シャアと3万と7万か、はい、ただシャアがないので結構厳しいです、現状は。ちゃんといいじゃんて、2万3品どっちか、まあドラ引きあるから1万からですか、そうしましょうか、2万から、おお、きた、トンか、これでトンでしょう、うん、うわうわい、あ、トンが嫌だってこと、嫌だってことですね、うん、今度はスライド、はい、ウソとパースを入れ替えます。入れ替えない方が良かったですか、ウソとバスを入れ替えてもいいですよ、あ、いいです、斉藤はどこまで行くかといったところ、シャアが2枚切れなんですもんね、そうですね、あ、積もった、松岡高めの積も上がり、白ドラ1です、線は1100オールの積も上がりです、さあさあさあ、最初7700をもう返すようなね、うん、そうですね、上がりとなりました。と2局の2本場で連チャンとなっております。松岡27600点、ドラがウーピンで、おオンピンズで一面ツ、まずまずいいんじゃないでしょうか、急走も頭になって流派からか、
もいいけどね。あ、本当ですね、うん、形はいいけど二面つかんせ。いやここ難しい。トンと白が統一、うん、なんですけどドラが一枚もう動いた、動いたドラ周りくっつけてみたいな感じですか。ヤクヤク、プラン B でトイトイとか本一みたいな、ありますね。ね、どっちの本一なんですか。マンズの本一、うん、パッと見マンズ、マンズ、あピンズも一応あるんですよね。 ありますね。そういえばね、ウーピン周り引いての9万外してとか、はい、なるほど。いや来ますよ、急走統一落とし、急走、急走、はい、キューピンだったらポンされてましたね。本当ですね、キューピンはもちもちの、はい、キューピン1枚外しといてパーピンとか引いて1通とかも、はい、でもありましたけど ね、その後にも安全度ってことか、急走出てますもんね。あ、これでこれで本一に、あチューン9万を使う手も考えて、はい、1回急走、あ安全度だ、チーピンだ、つもぎた。で赤石さんはしょんぱいからだ、白強く行く、行きますね、行きますね、行きますね。白行って、いいそう、9万見てますけど、9万あんまり効率良くない範囲だもんね、うんうんうん、でも9万今切りますか。じゃあ切りましょう。9万はあんまりね、なんか使い道は8、7ぐらいですもんね、引いて嬉しいのはね、はい、いつもより皆さん強気ですね。あ確かに、チューン、あチューンは大丈夫ですね。ああ関数ピン、関数ピン転売、うん、これはあんまりね嬉しくないけど、3枚山には残っています、うん、これでいいシャンテンです。両面両面のいいシャンテン、赤石ピン付けのいいシャンテン、うん、うん、パーマン松岡もいいシャンテンですが、いいシャンテンだけどウーピンがね余りそうなのがちょっと嫌で、はい、ウーピン入っちゃったら、おー8万、斉藤さん守備だろうな、うん、1回戦もね、は、うん、1回戦もナスだったし、はい、1回戦ナスだったんで今リードしてるんで、はい、ちょっとまとめたい感じですもんね、うんうんうん、このハンちゃんはもうちょっと、もうこうリスクを負って勝負かけるのは多分 4,5 万点ぐらいいかないといかないんじゃないですか。行きづらい、行ってもいいんですけど行きづらいですよね、斉藤さんの立場ですか、うん、最初でマイナスしちゃってるし、はい、トータルも考えて、そうですね、最初はプラスで終わればこのままブンブン伸ばしていこうかなって、ね、あ、明石が天杯が入っていました。ピンフの天杯で上がりです。竹石からの上がり、線は1600、これで松岡の矢番が終わります。ちょっと仕掛け行って早かったように見えてますね、僕は。竹内さんのね、今回はね、うん、ターツ揃えてから動いた方が、はい、うん、なんか上がりも近そうな気がしました。それは松岡の上茶だからとかいうわけではなく、普通に、あもう全部、うん、それも全て込みですね、込みで、はい、トーン3曲、明石の親番です。ドラが流派、明石さんもね強くね、うん、切っていって上がりになりましたね、なりましたね、いいスーピンで、はい、さあドイツが3組、メンツはありません、ヤンメンターズが1組です。ちょっと厳しいか、何から打ち出していく。これで1メンツ完成したのが斉藤、ドラが1枚浮いています、うん、なんか孤立牌が全部役牌だから、はい、どれか重なっても本一とかもあるかもしれないですね、うんうん、ありますね、マンズの本一が見えます。いいじゃんって、松岡がいいな、ドラが初だからな、いい、はい、でもこのスピードであれば、ローマン入ったらどうします、闇店。いやローマン入って、なんかこの街よくあまり好きじゃないですか、ね、スピード街みたいな、うん、しかもドラがないじゃない、ドラがあったらやっちゃうかも、はい、リーチで、うん、1枚あれば、うん、一気かもしれないんですけど、リーチ単用でこのスーピンウーピンはあんまり得策じゃないかなって、うん、親とかね、親だったらどうするかなぐらいですか。はい。お、うん？いさ、いやー、なんか選ぶのか。あ、振り点だから三ドル連想ですか。はい。三色もないしね。はい。じゃあこれが2444だったらどうですか。それでも
あ、2、3待ち、はい、4があるからブロックしてるから、はい、いやリーチするかというのはしないよ、うん、そういう、もうドラが1枚あってどうにか、はい、あと親でどうにかぐらい、うん、現状子供小型でこの4、5待ちはあまり好ましくない、うん、好ましくないよね、うん、さあ松岡がもう早くもいいシャンテンなんですが、どうなっていくかとの3曲昔はこの形、いいシャリャンシャンテン、ただ絶対がないわけで、はい、例えば、はい、リーチ打つ時もあるのよ、うんうん、よっぽどよっぽどもう自信がある時、待ちにとかですか、待ちにいつもも自信あるし、うん、相手が相手より早く上がる自信もあるし、うん、みたいな、よっぽど揃ってないと、うん、状況揃ってないと、まあ自分も好調だろうというのもあるとか、うんうん、不調の方が多いんじゃない、あ、不調の方がするんですね、このだってこの線2線が欲しいんだもん、好調の時ってこの線2線別にいらないから、はあはあ、これは7万か4万になるんじゃないかな、くっつきに単位を確定させるさ、はい、ね、7万とかはあると思うんですよ、うんうんうん、でこれ3万引けば結構勝負点になるじゃないですか、勝負点になります、いいペイコーができて、うん、まあ、2万でもいいですけどね、はい、これでイーシャンテン、3個系のイーシャンテンですか、はい、イーソがもうすでに1枚切れ、スーソも切れています、どうしますかね、ソーズ払いますか、払わずチュン、1枚切れのチュン、竹石もイーシャンテンも周りのスピードがね合わさってきました、ここはマンズを厚く持つのか、ほう、換算層3口径は、あ、そうですね、チュン痛いね、これはちょっと竹石換算ピン松岡持ってるの、あ、かいいよ、3、4、1ペコ、ね、もうちょっとドラ見えて、あ、これ3万が、はい、3万ないです、ただ明石が危ない、うん、この3万打てなかったのはし、うん、親がマンズ高い、あ、親違うな、下茶か、斉藤さんにマンズが高いからな、まあ皆さんマンズが高い状況なので分厚く持ちたいってことだったんですかね、スーソーは1枚切れですけどね、うん、いや、これまあ初切りですか、いや、なんか外すのか、初はドラです、テンパイはトラスでしたね、これは3個系、いや2万切り面白いね、2万切ってやみてもあるよね、リーチだ、3万を切ってのリャンマンパーマンつもり3アンコの形でリーチです、うん、積もれば一緒だからね、はい、やめてもありましたけどね、周りを受けてほしいという思いがあるんでしょうか、うん、受けるんだなっていう自分の打ってる感覚もあるかもしれない、はい、確かにちょっと周りは行きづらい手ではありますよね、うん、リーチを受けてしまうと、だからまあ平面で考えたら闇点で、はい、まあ、出て1300積もって2400なんですけど、はい、こうリーチの方が今回はいい、相手がね押し引きでいいっていうのが松岡さんの判断ですかね、はい、合ってるんじゃないですか、この今状況と、合ってそう、はい、全体的に今日も見えているか、松岡積もった単野を積も3アンコリーチも入っています、2400の積も上がり、結果を出す、出してくる女、出してくる女かっこいい、あの2400欲しかったらだってあれじゃん、換算までリーチやべえだけの話なんで、はいはい、だから間違いないです、すごいね、うん、さあいい上がりとなりまして、と4曲です、今日はちょっと松岡の独壇場となってしまうんでしょうか、斉藤の親番ドラがパーソー、うん、ストップはかけたいけど、はい、ストップね、斉藤さん今かけれないですよ、はい、状況的の、うん、うん、ポイント状況で、そうですね、うん、一緒に便乗するのはありですけどね、はい、さあ今回4人の手はどうでしょう、赤井さんも良くないな、だから仕掛けを入れて、はい、あの松岡さんのさっきのつもり3個とかのリーチを牽制するっていうのがありましたよね、だからあの想像のターツ4、5、6ってできちゃったんです、はい、その前に4、5って払って中央を残すことによって、はい、と松岡さんよりリーチ行きにくくなるじゃない、うん、そういうことはできたぐらいはできますね、結局自分もね役を作るっていうメリットもあるし、はい、とか
かで変えていけるのか。おお、すごいですね。また国試上がっちゃうかも。また松岡さん勝つ時って、はい、上がり倒した日じゃないですか、はい、上がって、はい、一日今日上がり倒しましたけどみたいな時じゃん。だからそれは嫌じゃん。うん、僕もなんかやられたことあるな。でも松岡さん引くとこは引く選手じゃないですか。そう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 、だからやっぱどっか誰かが強くブンブン来れば、そうね、うん、引いてくれればいいんだけど、はい、なかなかね。どう思ってるよ、そう切り。おお、統一の椅子に手をかけて、シャアは手の内に温存。うん、直接と。そうですね。まっすぐには行きませんでした。お。ここで単ヤオだ。単ヤオなんですよ。これ明石を意識してというわけではないってことですか、ね、斉藤さんじゃないのかな。斉藤さんが外あの端っこをいっぱい切ってるんで、どんどん、うん、はい、斉藤さんに備えてるんじゃない、うん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 、あとまあ自家勢っていうのは、はい、このチューンで枚切れ、あ、安全度ですね。だから、はい、そういうことですね、うん、あ、ドラドラ国士、ドラドラドラ国士、リャンシャンテンなんじゃない、これリャンシャンテン、あ、頭がないから、うん、リャンシャンテンはリャンシャンテンだけど、はい、イーシャンテンみたいなものってことですか、うん、だからチュンペイぐらいでしょ、確か。はい、チュンペイです。めっちゃいけそうな雰囲気あるけどね、はい、昨日内川さんがチュンで上がりましたからね。ドラいつ切んのこれ。ドラタイムいけるの難しいよね。あれこれはテンパイ、テンパイですね、役なしテンパイを闇テン。いや、行った方がいいでしょう、ね、スチピン。これはどういった数万持ってくるなりということでしょうか。うん、そうなんだけど、うん、なんかもう分かんない時は、はい、分かんないじゃんって話じゃない、はい、うん、分かんないって、あ、これ三蔵でしょ、そしたら、うんうん、ドラ表示牌の一丁チーソーはね、仕掛ける、はい、あ、これでリーチになったんですね、うん、チーソー持ってきて三蔵を切ってのスッチーピン、同じ町でリーチとなりました斉藤親番。これでも、はい、ドラ打ちにくいから、もしかしたらすごい、はい、好プレイになるか。いや、でもチュンとペイ引いたらパース打ちたいな。行きますね、行っちゃいますね。あ、ペイじゃない、来ましたよ。いや、これもうパースだよ。いや、パーソーでしょう、めっちゃ強いですけどね、うん、パーソー以外引いたことないな。怖すぎる、切られた。あー、勝負だ、怖い、怖い、怖い、ドキドキする。こんな親のリーチに対してパーソーなんて、もうテンパイ入っててもおかしくないですよ。え、これしかも13面ちゃんになったりするんじゃないですか。そうね、チュン、チュン引いたら、やばいやばいやばい、あ、これチュンだよね。あ、昨日は内川さんがチュン短期、これさすがに小型の人チュン打たないよね。あ、親子、親が持ってきたらもう最悪ですね。シャンとか打つの。え、なんでなんで竹石さん大丈夫、正気、危ないですよ。 パーソ統一落としですからね、うん、だってイーシャンティン以上勝ってるみたいなね、はい、うん、もう三ピンでしょ、行きたいのか。いやいやいや、落ち着こう、ドラドラだから。あ、ドラドラだから、うんうんうん、いや、ドラも勝負手ではありますよ。でもドラが2枚切ってくれたおかげで、はい、上がりが自分遠くな、あ、やめましたね、落ち着きましたね。ここは行きますとクールダウン、はい、いや、チュン1枚残ってる。明石この女流丘2回目の役満になるか、コークシムス上がっております。積もった斉藤、ここは役満をかわしていった見事な上がりです。リーチもちょっとヒヤッとしましたけどね、センオールの積も上がりで明石の国士無双は実らず、おすましでしたね。おすましさん、俺吐きそうな顔してるかもしれないドキドキしたでしょうね。ドキドキしますよ、ね、はい、もう辛い。3万2千とかどのテンションでロンって言おうか考えますよね。おすましロンするか、明石さんの立場でってことですか一応出た時の準備そういうこと考えるんですね、柴田さん。おすましでいくかちょっとあとは何パターンあるんですか、力を入れていうか、ロンっていうか、うん、変なのはダメよ、はい、怒られちゃうから、はい、ルオーン、ルオーンみたいなのは立ち合い人間ですか、はい、イエロー出ますね、イエロー出て、はい、上がって失点するようなもんですからねそうですさあ、トン4局の一本場、センオール積も上がった斉藤、
役満をかわしてここは大連チャンとなるか。いいね、え、いいぞ、統一落とし。マジで。ドラでもいいじゃんね、統一落としね。ドラ切っちゃうんですけど、もっと高く、もっと高くってことですか。そうね。マンズまでいけるかもしれないし。僕もこれ最短ルートがいいや。じゃあドラ切りってことですね。だって数案項もね、一応なくもないじゃない。はい、え、待って待って。え、イーソー切られないんだったら、はい、ウーピンローピン切りますわ僕本当に。あ、イーソー急走切らないんだったら、あ、急走切らないんだったら、うん、もう縦かもう高打点狙い、はい、うーん、そうですね、スチピン埋まってもですもんね、うん、魅力感じなくなっちゃうんで、うん、まあ、イーソー1枚切れだからってことなんですかね。明石も早い手ですねこれは。いや、もうイーソー引いたら泣くわ俺。いや、引きたくない。涙が出る。あ、まあ大丈夫。急走引いたらにっこりするけど、ね、するよね。よしよし、うまくいってると思って。でも急走引いたらもうダメ。ちょっと伏せたくなりますね、うん、でも。さあ松岡も単葉系のイーシャンテンです。さあサイトの親番終わってしまうか。ちょっと玉も伸びていません。トーンを泣くってことか、トーン泣いたらトン、うん、トーン泣いて白か、うん、なるほど。あ、これで、はい、イーシャンテン、ウーピンの小塚さん、その小塚でした。うん、ドラはキスなのでロースをつもぎり、これは目いっぱいに。さあこれでイーシャンテン、スッチーピン、リャンマントーン、これはうまくね、はい、別にもうイーソーいらない点になってるんで、はい、現状うまくいっていますね、うん、うまくいってると思いますよ、うん、パーソーとか引いて、いや、これどうすんの。急走だ。いや、これ急走切ろうよ、うん、ここで急走切りとなりました、ね、ありますからね。打点を落とさずにいきたいところ。ドラ合わせる松岡です、うん、リーズも3個ってなかなか上がれないんだよね。なんだろうね、年々上がれないような気がするんですけど。リーズも3個、最初の頃は上がれた、上がれた、もう大好きまであったけど。ドラさんとかどうですか。ドラさんは上がれる、上がれます、うん、へえ。じゃあ、あれドラ短期のチートや、上がれない、上がれませんよね。今日瀬戸熊さんにやられたよ。ドラ短期のチートイはね、昔はよく上がれてた気がするんですけど。 あ、これ来たよ。どっち、シャンポン。おお、まあね、ここはスッチーピン、ダブトンが重なったのでスッチーピンでリーチです。これで失敗する分にあまり後悔しないですもんね、はい、これシャンポンにして失敗すると後悔が残りますか。ん、シャンポンにしてスッチーピン引くとね、うん、やっぱり手堅く引きゃよかったなって、うん、はい、あ、このサブロ番、まあ、サブロ番現物ではありませんが闇点です。うわ、スッチーピン対サブロ番。僕リーグ戦で1日で、はい、4回チートイドラドラ積もった日があるんですよ。そんな人マジ怪物だなと思った。俺怪物じゃないのかなと思った。最初の頃の方ですか。うん、入ったばっかの頃、そりゃ勝つよねみたいな。あー、積もり3個。あー、そっちか。斉藤さんならばできたかもしれない。できる日もある、ある、確かに、悔しいですが、この後にスッチーピンが言ってくれれば。あ、もう悔しいです。もう上がらないで悔しいですね、これ。これ悔しい。普通も悔しい。400、700のつま上がり一本場です。斉藤、これもうちょっとね、ピンズの状況を作ってくれればね、やりやすかったのに、チーピン1枚しか出てないし、はい、まあ、でもね、スッチーピンに大体しちゃうんじゃないですか、うん、大体しちゃうんで、ね、ダブトンが暗号になったとこで、うん、セオリーだもんね、はい。さあ、これで何入となります。2回戦、トラがいいピンです。良くないですね。1、2、3、4、5、6、9種。あ、流すな、流す、もう流すシフト入ってる、はい、急速かぶってるよ。危ないよ、危ない、はい、3、6、9、はい、9種9杯と言って流します、うん、さあ、あと3社の手が移ります。まずはなんちゃの松岡から見てみましょう。
あ、ダブナントイツ結構いてですね、ドラがないのがね、ちょっと明石は、うん、別に、うんうん、でしたね、別に斉藤さん別に、別にそんな感じのない曲でした。流曲となって一本場になります。親は流れません。22,800点持ちの武石、南極の一本場。2回戦は武石は上がりが一度もありません。ドラがチーピン、ドラ、あれ、ドラドラ、え、ドラドラ、あれ、一面つ、3面つ、あ、ドラあんこ、3面つあるよ。うわ、これ上がるわ。上がる、はい力が力が強すぎる。暴れちゃいますよ。さっきの国士もあトントン次第では国士行くもんね。はい、行きますね。今回は気合がみなぎりました。ケイシトントンの気合がやばい。やばい。サイトもなかなかいいて。ちょっとシャーでしょう。はい。シャーでした。ね、はい。ローソー引きもあるしね。いろんなのがあるんで。はい、さあどうだ、武石が親番でなんとドラがあんこの手、でもいいね、9杯で流したらこんな手になりました。ローソー引きよりはなんを動かれたり、はい、自分で重ねたりする、動かれるのが嫌とか自分で重ねたいっていうのでなん残しになりましたね。なんは明石がといつの牌です。明石さんここなんね発信しなさそうだけどね、ちょっとしなそうですけども、でも先手も欲しいか。27,300点現在一本場。明石さんだとあんま泣かなそうな、うん、これが松岡さんであれば全然泣きそう。ああ、なるほど、そうですね、うん、あ、これはいい、いいですね。天杯取る、ペンチピの天杯取った。難しいよね、こういう選択も。え、今何なの、どうする、動かない、さすがに動かないよね。はい、チーソーは残しましたね、うん、というよりも何を早く切りたいと思いが強かったんでしょうか。あ、まあそれなんでしょうね、はい、もしくはパーソー引きとか、うんうんうん、これでチーソー、うん、あれ、これめっちゃいいイーシャンテンじゃん、両面三面じゃん、パピンローピンロキューマンのイーシャンテンとなっています。闇天もあると思うでしょう。できますよ、あのちょんちょんの積もり方だから、はい、リーチじゃないですか。ちょっともう前がかりになってる感じの気合が、あ、これでもいっぱい、あ、これ難しい、もう数層でしょう。え、これやっぱパーマンつもぎりとかがあるってことですか。いや、僕はないです、うんうん、そこまでして老朽マンで上がりたいやつじゃないんで、はい、あの上がりたいのは上がり、ここでからぎりリーチペンチーピン、これ追っかけフラグ立ったよね、やばい、チーピンない、一枚もないの、はい、松岡が持ってて、いや、さすがに松岡さん切らないもんね、切らなそうですね、誰も切らないよね、はい、ということはですよ、ということは他の人が引いてくれれば、くれるくれるくれるほど、はい、くれるほど上がり率が上がるということですね。上がっちゃうね。いや、もうこんなのもテンパイ入っちゃいますもんね。入んなかったらどうする、麻雀嫌いになるわ、これこれまっすぐ行ってテンパイ入らなかった日には上がれなくてもいいけど、うん、ああ、来るわ、ね、うわ、もう、うわ、もう、うん、先生見たかったな、ヨッパピンローピン闇手にしたかどうかってことですか、うん、もう斉藤さんの席いたら顔真っ青、やべえ、僕やべえ、ちょっと気合入ってたしなみたいな、もう一発キャッチだ、一発はつきませんが、もう嫌な報酬になりましたね。武石の上がり、リーチピンフトラさんです。12,000は12,300と一局に7,700を上がりましたが、そうね、守りきれなかった、うん、チーピンはもうね、心境、僕斉藤さんの心境すごい分かるんですよ。何ですか今。だから今日トータルでマイナスしてて、うん、ちょっと浮きたくて今回4万点抜けて、うん、ね、でどっかでやっぱりチャンス欲しいなと思ってここでリーチかけたけど、はい、親返り討ちみたいなも、はい、その状況判断がちょっと乱れるじゃないですか、うん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 、乱れます ね、これぐらいで今日借りたいなとか思うとありますよ、うん、このね1万2000点ね、きつい、公式ルールで大きすぎる点数です。さあ一方武石はもう点数を伸ばしていくか、見た、ジャンシャンテン戻し第一だ、パーソー切り、じゃあピンズの本一だ、本一見てる、でもちょんちょん優しかったの今一回上がったんで落ち着いたんじゃないですか、
いや、1万とか切りたいな、もっとソフトな、はい、パーソーローソーじゃなくて強すぎるってことですか、うん、外目からどうせパーソーローソー行くんだったらピンズ行く気ってことだもんね、はい、パーソーイーマンとか切っとくと、うんうん、うわ、手配濃ゆい、ちょっとやりすぎたんじゃない？うーん、でも手役って意味を見たら多分この打配は合ってますよ、はい、手役を絶対作りましょうってルールだったら、はい、ウソウローソーの子が来ちゃうとね、なかなか、あ、これは違うわ、あれ2人、ま、2人じゃない、本当だ、じゃあちょっと色が足りないかもしれません。明石が白のポンを入れています。くっつきのいいシャンテン、2人同じ本質ってね、嫌だね、はい、なかなか実る感じがないですけど、僕ね、はい、麻雀で一番美しくないの曲っていうのは、美しくない曲知りたいです、うん、2人酷使やってる曲って一番なんかくだらないくだらないなと、しかも別 に, にあの決勝のオーラスとかじゃないで、はいはい、あります、ね、普通にみんな3万台ぐらいあってあるのに、はい、2人酷使やってるってもう、うん、ありますね、なんで2人でやってんだろう、なんで2人でやる、しかも2人上がれないでしょみたいなのが本当にやってて、ね、それたまに上がりになったりしますよね、上がり、あ、なんかたまに聞くよね、そう、国士余った灰で国士上がったとかさ、うわ、来てますね、いいシャンテン、これ E ピンとか行くとチーンツバタリもあるもんね、10連みたいな、でもちょっとダメか、しかもこっちは本一ロールだしね、親は、うん、でも明石も早いですからね、サクッと上がって終わるなんてことがありますけど、うん、三蔵マンズは切る、三ということは三蔵のくっつきでドラを切る、うわ来たよ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、トンか、なんじゃこりゃって言ってトンか、あ、 E ピンだ、 E ピンだ、まだテンパイではないですもんね、そっから行く、すごい仕掛けだ、 E ピンから行ったよ、 E ピンチ、すごくない、 E ピンから、斉藤さん受けないよみたいな感じですか、E ピンだよ、E ピンチは、E ピン相当だよ、はい、なかなか声が出ませんが、周りの牽制みたいな意味があるんですか、どうにでもなるでしょうみたいなさ、うん、キャラクターチーだね、かなりの竹石の、いや、パーピン下がってんじゃん、パーピン欲しかったな、あー来た、あー、G ピン、あー、こうするとなんか8万痛いね、はい、痛いです、スッチーマンのテンパになってたかもしれない、これで数万、うーん、ただドラ切る気があったからこの結果っていう風に見ますか、はい、うんうんうん、ドラ切る気があったんでしょうね、はい、三蔵残しの時は想像やすいんで、ドラ切る気、だから三蔵にくっついたらドラ切りじゃない、 あの明石さんの手ってさっき三蔵とチーピンのくっつきで、ドラはローピンですね、うん、ドラはローピン、はい、はい、失礼しました、はい、失礼しました、もう本当いいシャンテン、ちょっと放火セーブからですからね、はい、はい、すいません、選手、いやいや、もう本当ポンコツなんですよ、いやいや、そんなことでいつも助けてもらってます、チューン一枚切れ、うわ来た、来た、何来た、テンパイ、あ違うわ、あ、え、カウピン、カウピン、あ、テンパイだ、合ってますね、はい、ありがとうございます、いいペーコ、え、どうした、あ、マッチを確認してるんだね、うんうんうん、間違いはあると困りますからね、うん、いや、カウピンだからね、さすがにリーチはしないでしょ、本一、いや、うん、何班か数えちゃうんじゃないですか、本一、イーペイ、ドラ、いや、何班、待ちを確認したんですよ、はい、やっぱり打ってるから、うんうんうん、やっぱりプレッシャー、ね、普段だったらこんなカウンピンすぐ分かるんですけど、はい、一応再確認で、そうそう、見落としあったら、うん、カウンチーピンにはできないよね、スーピン切るとカウンピンのままかな、スーピン切るとチーピン待ちで、はい、パーピン切るとトントンもあるってことですか、トントンはないな、もう今更やるのか、しもちゃう、でもこれスーピンパーピンチー入るよ、でももう自信が跳ね間のテンパイですからね、うん、ただこれに上がりがないと思えばキューピン、キューピンって脳天、うわ、ローピン短期、うん、脳天、脳天でしょ、脳天です、うん、トンも打ちにくくて、はい、もう選べないから現物ってことですか、ウーピンにそもそも上がりの感触ないじゃない、でトンは危ないじゃない、危ない、もちもちだったら、はい、で待ちは弱いから、うんうん、現物の受け、すごい、いや、なかなか降りれないけどな、すごい、こうなったらね頭真っ白になるよね、はい、はい、もうとりあえず行くっきゃないと思ってます、行くっきゃない、もうしょ、うん、わ、ここは明石の上がりとなりました、9万での上がりですね、約1000点です、1000は1600、竹石からの上がりです、
本一連敗入っていた武石、そして何といっても斉藤があの手で、うん、武石の本一をケアしての現物急便でまた粘れればいいなといった打ち回しでした ね、うん、あれでもいい一打ですね本当に、うん、本当によく考えるとあの急ピンは僕は結構秀逸な一打だと思います、はい、やっぱその赤ウーピンじゃない、間ウーピンに上がりが見込めないから、うん、ということが大きいんですか、うん、手軽でね振り手になりやすいんですけどね、はい、ただ勝負にならないと見たのか、まあ、なかなかそこからテンパイ崩せないですね、うん、崩せないね、うん、もうえいってえいってなる、ね、なります自分しか見えてない状況になりますトラパスで竹石一枚松岡が整っています。一通が見える、うん、カンパピンが引き入れた斉藤、また竹石さんと松岡さんがリードですか、はい、2人が浮いています。このもう先と同じような状態で終わってしまうんでしょうか、うん、並びは一緒ですもんね、うん、1回戦とね、はい、でも斉藤こうやってマイナスをしていくとだんだん下がねもうね、うん、怖い位置になってしまっています。現状、はい、ボーダーが稲岡さんでマイナス 37.5 なんですよね。これが37でね、この、はい、ね、高級ラインに入っちゃうんで、怖いですね、怖い。今期は一枠増えています。入れ替え戦は入れ替え戦が15位、あ、15位で稲岡さんで、ただ入れ替え戦もこのワンデーの4ハンチャンで1人しか勝ち上がれないので、う、ね、もうかなり厳しくはなりますよね。ドラドラになったのが武石、9万のトイツ落としでタイヤを強く見た感じですね。チートイツより、うん、ペイは温存すると関数層引き入れてイーシャンテン斎藤、こちらの手ですね。9万のトイツ落とし入れ替え戦もね、はい、何月ぐらいにあるんでしたっけ。これが終わってプレーオフが終わった後すぐですか、入れ替え戦。入れ替え戦、うん、そうですか。入れ替え戦もあの、はい、高級かけてる人と小級調子良くて、はい、あ、そうなんですよ、挑む人のね、はい、違いがあるからね。そうありますね。ね、前回は B リーグ5位で黒沢プロが勝ち上がって入れ替え戦で来ました、ね、はい、来たんですけど、今期ちょっと苦しい思いをしておりますね。確かに。ただ十段戦勝ち上がりましたからね。さあ選択です。誰も仕掛けなどは入っていません。ドラがねパーソーあるんで、うん、こうなりますか。マンズルに、まあ、両層っていうのもあるんですね。そういえばね、単野を確定する、うん、それもいい位置だですか、うん、いい層が2枚見えてますしね、両層切り層よく考えたら、うんうんうん、さあ10段線は A 択で小松プロ、魚谷プロ勝ち上がり、 B 択で黒沢プロ、桜井プロが勝ち上がって、うん、次は C 択7月の12日の金曜日、沢崎プロ、山田学プロ、滝沢プロ、杉浦プロと。お、面白い択ですね。あの学さん、はい、山田さん、はい、あの最強戦で、あ、そうです、あのマント、はい、もしかしたら銃弾、はい、それはありですか。ありどうなんですか。わかりません。どうなんですか。じゃあ勝ったらね。勝ったら。キルとかはいいかもしれないですね。ハリケーン。ハリケーンで。山田さんは何でしたっけ。王位戦の決勝でしたっけ。あれ何回残ってました。残ったことありますもんね。天敗や貫禄走。一応7700まで見えるイーシャンテンですか、はい、竹石がイーシャンテンに3色入れてドラドラ、うん、ドラとかで差し子の3色か、ドラも1枚まだ残ってますね、うん、おお、おー、簡単にしましたか。早い選択、関数ピン、ここは決めていたんでしょう。時間を使わず関数ピンの転売、数ピンは残り2枚十分と言えます。ここは出ないな。枚数が多い方を選んでいますね。現在関数ピン、関数ピン、ここ
赤石さんは出ちゃうかもしれない、はい、あこれは止まる斉藤さんは出な い、 出ない。そしてサブローピに変化、あと1枚ズーマンからぎりからの、ここは打たないよね松岡さんは親番だけどもリシャンテンですけどね、うん、7万、うん、打つかも、転敗しちゃうと打つかもしれないですね、はい、スーピンは残り1枚に行く、3万は怖いけど行きました、自分も転敗4万照らしたもんね、はい、ローソーは点が見合うからローソーですか、ただローキューソーとかで振るのはね嫌だ、ドラがパーソナだけに嫌、じゃあ算数だから今欲しいのは3900か7700かの差で、今欲しいのは3900っていうことですか。さあその吹き手3色をなくしました、竹石です、もう10目も深いです、うん、積もりました斉藤、ここはしっかり切っての天杯取り、うん、ローピンの積も上がりです、単矢を積もドラ1千二千の積も上がり、うん、これで7三局になります、2回戦落ち着いてましたね、はい、リーチ打つかなとか思ってましたね、打点的にも、まうん、ただ缶ローピンで打っちゃうともう最悪の結果でしたもんね、スーピン使わないし、2目に変わってからのリーチっていうのはありましたか、うん、ちょうど3ピンが切れた後だったんでね、あ難しかったんですか、うん、ちょっとあとみんながちょっと前がかりだったんで、はい、もしかしたらっていうのはあったと思いますよ、うんうんうん、サブローピンはまだ親番もありますしね、うん、まずはホップで明石の親番ドラッパー1、うん、一面つ完成、いいペー光景も見えます。さあ斉藤はメンツ割りません、竹石もメンツなし、苦しい手配3統一、松岡は流派が統一、仕掛けを入れていくかどうか。さあ4者の手配が移りました、南三局斉藤は一歩前進、両者の点こっから9万9万で打点も見たりもできるがどうでしょう。現在斉藤2万5500点、親番まだ残っています。うん、さっき20だったから、はい、なんだっけトータル30ちょっとか、はいね、うん、ということは浮いて終わりたいな、なおかつそうなのよね、うん、ちょっとここも前、ああもうここで9万の統一落としです、うん、多分、はい、変なちょっと甘い1打とかが この4回戦でね、はい、斉藤さん出るんですけど、はい、斉藤さんの立場になってみるとまた面白い、うーんやっぱそうなっちゃうよねっていうのがあるんですよ、このポイント状況を考えてで見るとまた面白いですよ。そうですね、普段の斉藤さんならばこの1打はしないけど、うん、こういう状況だから選んでしまう1打、今日多分そういうプレーが出ると思うんですよ、うんうんうん、はい、やっぱあの1回戦のオーラスとかも普段の斉藤さんなら私いなく打たないだろうなって思ったんですよ ね、 そ、 ね、ま、さにあれその象徴ですよね、うんうん、3900で浮くっていう状況で、はい、ドラ短期でやっぱあそこは浮きが欲しくなってしまいますもんね、なってしまうんですよ、あの白ね、あそうそう、はい、1回戦ね、うん、さあ明石が親番でいいション点中、みんな悠々と打ってますもんね、悠々と打っております、自由とか、うん、上位陣3名と真ん中にいる斉藤、うん、嫌だよね上位の人ずつのは、嫌、ね、うん、ですなんかね自分だけね、うん、ちょっと追い込まれてる感が、結構自分が大きくプラスするためにリスクを負ってくるじゃないですか上位の人は、はいはい、今日ね勝つために、うんうん、それに巻き込まれてもダメだし、うん、下の人はマイナスできないってプレッシャーが多少あるから、うん、プレッシャーかけやすかったりねするんですよ。イスソーでリーチです、明石が先制リーチの親番、イスソーが3枚見えだけど高めのスーソーが残っているってことですか、スーソーならタイヤオです、スーソーもあと1枚しかない、1枚しか残ってない、山には2枚、うん、11で残っています、もしくは、ね、周りが引いてくれればそれはそれでよしっていうことですもんね、はい、今いけますか、でもあローピンが打ちやすいか見てるんじゃないですか、3ピン パーピンが早い3ピンでちょっと打ちやすいですか、でももうやめましたね、打てないだからこれですよ、打てないんですよ、親だからな、打ちやすいんだけどなと思って、でも親リーでね、こっち見てるとねいけいけと思うけどね、ローピンぐらいいけんじゃないのって思うじゃないですか、はい、思っちゃうけどローピンいけないですよ、ここに座ってるとね、そういけない、この手で行っていいのって思っちゃいますよね、うん、
あのパワーピンが先切りだったらとかね、うんうん、高いんじゃないのね。サイスソの証し山々です。さあちょっと竹石がいけますね。刺し子の三色で確定リーチ、リーチピンフ三色高めがいいペーコー、三層積もれば跳ね間ですか。そうですね、うん、さあその三層は残り1枚1枚1枚ありますね。三層はローソーはローソーも1枚かな。あローソーなし、高めしか残ってないです。じゃあ、まあ、いい勝負ですね。はい、あ、数層がもうなくなってるので1対1の勝負です。そうですね。いやなんか竹井さん気合が入ってるよ。どっちかします、決着つきます。よく聞くのは、はい、その手が立ちがいい方が勝つってよく言いますよね。じゃあ竹井さんですね。だからそうですね、うん、ドラ。ただ明石さんのねあの国史を見る限り、はい、まだわかりませんね。ああ、お屋台追っかける位置は竹石は3色確定。ああ結果が出るのか。まだ山にはお互いに1枚ずつ。だれ違う。あと何回、あと1回ずつ。ああ決着つかない竹石。あとは明石次第となります。言いそうなくなる。 あとは3層だけ決着がつかない。斉藤で流局となりました。ふう、明石と竹石の2人転敗で流局です。一数東大三郎荘。これ見せられてちょっとヒヤッとしますね、うん、見なきゃいいんだよ転敗系相手の見なきゃいい、見なきゃいい間違いないだんだん麻雀能力が上がると大体見るんだけど、はい、もっと上がっていくと見ないっていう、見ないっていう技もある技で最初見てなくてだんだん見ることを覚えて、うん、あこういう街ねみたいな。そうね、振り点とかも確認しなきゃいけないから、はい、見なきゃいけないんだけどね、うん、南三局一本馬京卓二本です。ドラガウマン、この京卓二本も欲しい状況か。うん、欲しい、うん、そうね、はい、3人、まあ4人か、4人欲しいのか。そうですね、斉藤さんもね1000点上がってね、一人沈みは嫌だから一、うん、上がりしちゃうね、ありますね。急走貫通、貫通の急走竹石です、うん、サイトあまりよくありません。時間がちょっとかかる手配。シャーチは竹石、チュンのね重なり見ないですね、うん、はい、今回シャーがあるからということですか。もうシャーが取りつ、ね、かわしてで、うん、急走の扱い難しいですよね、うんうん、どこで缶入れるか、切っていくのか。ここで缶だ。一メンツ揃ったのでここで缶二メンツにしていきます、うん、なんより流派どちらもしょんぱいでした。シャワー泣きますね。泣きそうですね、うん、京卓二本あります。頭なくなっちゃうけど泣くでしょう、うん、役をまずは作ってから、うん、一役作ってっていうのは、はい、大きい。あ、急走缶だからとか小さい、うんうんうん、親が手かっこいいな。アシャー出るな。出る。出ないんだ。出ないんだ。キューピンですよ。出ないんだ。いや、で、なん切らないんだ。染めるんですか。あ、違うわ。急速感入れてますもんね。なんで。え、どういうことで、なんは嫌だってことですか。この形で。さらにその上を見てるのかもしれないし。いや、なんで。なんでキューピン取り落とせるの。わからない。シャアが自然でしたか。竹石をちょっとケアしながらなんでしょうか。明石は頭がない方、頭はあるのか。いやあれ、これは別にいいのか、うんうん、シャア出ないよ。出ない、出してくれない。あ、意地悪してんのって言いたくないねなんか斉藤さんに限っては絶対そんなことないでしょうけどね。ないよ、ないよ
キューピンがあんこになっちゃった。松岡がもういいシャンテンですね。チートイツの、はい、サンピンウピンね、ポンテン取るのかとか、うん、で竹石がカンパーマン、カンパーピン引き入れ、あ、カンチーピン引き入れてカンパーマンのリーチとなりました、うん、松岡がトイツなんだか、うん、カンパーマンどうなるかね。ヤホクリオ、ほらテンパイウーピン勝負だ、勝負リーチかどうかだけ考えるから、ね、あ、リーチだ、さっきのお返しだ、引き入れてお返しスッチーマンでリーチです。さっき追っかけられたからね、はい、こっちが次は追っかける、うん、リーチピンフドラ手形、じゃあ今回明石さん勝つってことだまあさっき引き分けだったしね、はい、でもあさっきのお返しだよ、はい、さっきねびっくりさせられたから次私がびっくりさせた、うん、震えなさいって言って震えてくれない竹内さん震えてくれないな、震えないね、ない。でもここでもし知ってね、宝珠とかになるとすごい痛い失点になりますね、ここね、実際痛いですね。で見てください、斉藤さんはもうシャーキー、シャーキー、いやシャーキーでもどうなったのかな、分かんないや、シャー切るか切らないか、うん、斉藤さん的にはシャー切った方がいいのか悪いのかも分からない、はい、本当にだってね、親があれえ天敗じゃないですか、コンさんも役なし、うん、シャーマチどれぐらいの可能性があるか、シャーマチの可能性あんまなさそう、いやありそう、ありそう、どうやって見極めるんですかこれ、シャーマチがありそうかどうか、まあ出てないですからね、まず役割でリーチ、あ、掴んだ、掴んだ、スーマンだ、ここは決着がつきました、追っかけリーチの証が制します、リーチピンフードライチ5800は6100、竹石ちょっと大きな宝珠となってしまいました、これで3万点が沈んでしまいます、うん、勝ちましたね、そうですね、うん、どうや、いや見てんでしたね、ああ竹石ですか、竹石さんね、はい、ちょっと、はい、勝負、うん、勝負早く、まあ、安感入れてるからっていうのがね、うん、ただまああのリーチ打ってる時点で、はい、これは織り込み済みなんですよね、はい、押し返されたらこういう未来になるなっていうのは、うんうん、上がった未来をやっぱり考えてしまうんで、はい、上がったらね、あ、これいいトップになるなとかあるじゃないですか、うんうん、思います、いい上がりだったかもなって、うん、本当紙一重ですよね、うまくいくかいかないかは、うん、結果次第みたいなのがありますよね、うん、さあ明石の手、先ほど5800上がりまして、うーん、3トイツ、順はトイツです、ドラがリャンマン、斎藤1枚、ソーズで1メンツ完成していました、竹石はマンズで1メンツ、先ほどは宝珠になりました、松岡1番整っていますか、多分な、ブナン、ナン切った。だからこれはどう出るかな。まあドラを使いたいですよね。はい、まあダブナン泣かない手は多分今ないんで、はい、これはポンでしょうけど。これ泣かされた感じがあるんですかね。どうなんですかね。それともタイミングは良かったかしら。タイミングは僕は別にいいと思いますよ。ドラを、おお、クイズ、すごい、すごい、すごい、勇気ある。そうね、野生味あふれる、はい、みたいな、なんかだってイーツーソーとかすごくない、はい、すごい、できない、できないよね、でもまあ斎藤さんがまっすぐ来るであろうからってことですか、まっすぐ、でもイーソー聞いたらさない、うわ、チューン、明石が泣かない、うん、そして松岡がチーマンアンカン、みんな来るじゃん、うわ、ドラドラいいじゃんって、もう絶対来る、絶対来るよね、絶対この人絶対来るよ、はい、うわ、中あんこにした、泣かずに自身で中あんこに、これほっとするよね、はい、よかった、あ、龍博さんって三層じゃないんだ、ダブナン初じゃダメなんだ、まだ打点が欲しい、これ以上に三層、とりあえず三層でよくない、そうですね、ね、7万とかね、うん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 、あ、三層だ、あ、ドラくっついたからね、はい、もうメンツが足りたと、テンパイよ、これイースソーイースソーの数層肩上がり来た、来ました、数層引き入れてもサブローママ松岡が一番の勝負手ですか、リーチドラドラ、分からん、チーマンのアンカー入れております、パーピンはチートイツで粘る、これなんか数層勝ってるのよく見るな、ええー。
松岡さんじゃないんですか、違うんですか、普通に考えたらね、うん、普通に考えたら松岡さんよね。でも実際これは出ないよ。おスースー1枚やっちゃった。竹内さんは引くもありますからね、うん、現物はウーピン、あー引いた。斉藤がまずは引く、もうオーラスの上にかける感じですよね、はい、親番がまだ斉藤は残っています。竹内さんね、押し引きのタイミングどうするかよね。はい、うん、そう言ってますね、うん、もう1万からそうですよね、言ってますね。サブローマンがある程度折り合いつくまでじゃないですか、安全牌の枚数が確保できるとか、今は、ね、まではちょっと分かんない以上は行こうかなと。かなって結構いい枚数勝負じゃないですか。スーソラって1枚よ、はい、あ3対1ですね。3対1、あマルケシが掴んだ、掴んだ。最後まで行き切った竹内です。松岡の上がりリーチドラドラ6400の日本馬ですね。7000、はい、7000点の上がり、ちょっと 5%77 と、うん、宝珠が続きました竹内です。アグレッシブな仕方でしたね。アグレッシブでしたね、うん、まあ、オーラス、はい、斉藤さんがね抜け出るのが嫌だったとかもあるかもしれないですね、何、うん、を切った以上何泣かれちゃったんで、ね、ちょっとプレッシャーもかけつつみたいな、うん、斉藤さんが上がっちゃうと今回ね4着に落ちちゃうところなんで、はい、うん、さあオーラスです。現在松岡と明石が浮いている状況で、うん、ラス目に竹石、斉藤一上がりで浮きにという状況です。おかしペイチャでペイが統一、うん、だから松岡さんポイントポイントでしっかり上がってるからね、はい、途中いないような感じになって、あ、そうでした、途中ちょっといなかったですけど、そうそう、いい押し引きのバランスなんですかね。イーシャンテンペイをポンして、明石がイーシャンテン、別に一上がり、あ、1000点じゃ届かないのか、うん、どうですか、まあ終わらせるに行くんじゃないですか、うん、トップよりは、うん、まあ、自身でアンコイすればね、うん、白とか引いたらねすごいチャンスになりますけどね、はい、白引いた時だけ数万3万とかさすがにね本位するね、うんうんうん、もう行くんだ、今行くんだ、まあ順目がまだ早いから、うん、まああとは一色に行くことによって相手の速度ももしかしたら落とすことができるかもしれない、はい、うん、うん、これちょっと意外でしたか。意外でしたね、うん、私は、はい、でもこれが決まればどうします。9万切ると789、あ、9万ですか、9万。パピはやはり赤石をケアして、うん、テンパイが入ってましたね、ここで、うん、イーピンとシャドシャン、あ、シャーボンだ、うん、いや、うまくいくといいが、いいが、まずは1回上がりをちょっと逃している形ではあります、うん、うわ、来たよ、来た、いいシャンテン、最初の3色いいシャンテン、しかもドラドラ、うわ、動いた、いやー、どうも、全然わかんない、どうも、こっからお邪魔しますどうもどうも、あ、パーピーも来た、受け入れマックスできた、見に来てきてんじゃん、誰が本物、どういうことよ、いや、ここ本物でしょ、ここが本物ですね、どうすんのこれ、かっこいい、必ず役がつくような感じに、はい、お、ね、いやでもな、ここはないよ、竹内さん厳しいよ、あ、一通するかイーペーコーするか、はい、どっちですか、チーできるからな、一通し、あ、イーペーコー、チーイーペーコーにしましたか、はい、闇天聞く方、いやこの証のね、一回があれがどうですか、どうなるか、これ今2万裏目、あ、本当だ、2万、うわ、ウーソーとか、あ、サブローピン、テンパイ、サブローピンで上がるかも、いや怖い、いや斉藤さんも一回テンパイ逃してる、竹石はチューンがもう浮いている、松岡どこまで、
うわどうする、変われない、これはサブローピンだもんね、うん、いやもう掴みそう、あーうわ来てる、ただカンスーマン、うん、ただこの形にならないもんね、はい、え松岡スーマン危なくないですか、サブローソだったら大丈夫、めっちゃ危ない、大丈夫ですか、危ない、いや危ない危ない危ない、だって中筋だもん、あ大丈夫大丈夫、あ9万のがまだ通りやすいってことですか、いや6万通りにくいから、ね、はい、あ小さ、あ小さ違うわ小さ誰言ってんですか、いや松岡が欲しかったっけ、あこれ当たるこれ大丈夫、4万危ない危ないって、危そろそろ危ない、いや4万めっちゃ危ないよ、手噛んだ、だって、はい、親に危ないのはサブローマンだもん、サブローマンです、えでもローマン打ったのね、そうそう、だから4万も、ね、もうサイトも止まらない、いやもうドキドキしてるよね、わここに来た、出ない、出ない、いやでもどっちも出ないもんね、うん、4万かもよ、えあ、いいピン、いいピン、はい、いや4万一番中途半端だけどね、うわ、うわ強い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 明らか強い、卓内いたらね脳の中でいや強いって強いって斉藤さんっていうよね、強すぎって、えカンパーピン行くの、本当にカン面前だし行きましたね、いやすごい、うわもうすごいわこれは、すごいわ、鎮逸じゃん、竹石さんすごいですわ、鎮逸の上がり8000点です、ねじ込んでねじ込んで、ねじ込んで、最後は自ら上がりを決めましたラスパーピン8000点、これで2回戦が終了です、トップから松岡一人行きです、2着に明石、赤石ですよ ね、うん、そうですね、3着に竹石、4着に斉藤の並びで終了です、はい、続きましては3回戦をお届けいたします。